まもなく完成いたします。
特製クリアファイルをプレゼントいたします。引き換えの際に先ほどご案内しましたスタンプラリー用紙にて確認いたしますので、お手元にご用意の上で改札を出て右側にございますニューデイズ前にお越しください。引き換え時間は14時30分までです。引き換えに混雑が予想されますので、お帰りも特急リッパー号をご利用のお客様はお時間に余裕を持ってお越しください。続きまして特典その3、先ほどのご案内にもありましたスタンプカードが伊東駅構内にありますニューデイズミニ伊東1号店にて 5% 割引券になります。一部商品を除きますが、お酒も含むほとんどの商品が割引対象です。ぜひお酒やおつまみ、お土産などお買い物をお楽しみください。ニューデイズミニ伊東1号店は改札を出て右側にございます。ぜひ皆様お越しいただき、お買い物の際にはレジにてスタンプカードをご提示ください。有効期限は本日乗車日当日限りとなります。
カードだったんですよ。
方はこちらにも2つ書いてあるんですけれども、伊豆ナビという LINE の友達があるんですが、そちらを追加していただきますと写真付きの地図が出てきますので、こちらも合わせてご参照ください。今言った伊豆ナビとエキトマチケットはスタンプラリーの台紙の裏にございます QR コードから簡単にアクセスができますので、こちらも合わせてご参照ください。でこちらの6店舗なんですけれども、伊東駅つきまして一番近くにある店舗が伊東駅構内にございますギヨンという、お弁当屋さんですね。そちらが一番近くになります。で、こちら一番近い上に混雑が予想されますので、お早めに行っていただくか、徒歩2分、4分、20分以内のところにもお菓子屋さん等がございますので、混雑を避けたい方はそちらも合わせてご利用ください。また社員が、社内巡回しておりますので、わからないことがございましたらお気軽にご相談ください。ありがとうございます。では次、中本のお客様にお願いいたします。カードをご利用のお客様へ再度特典のご案内をいたします。特典その1、伊東にてスタンプラリーを実施いたします。スタンプは伊東市内にある JR 東日本の電子チケットエキトマチケット加盟店の中から指定したお店に設置してあります。各店舗でお買い物をしていただくと、スタンプを1つ押印させていただきます。2つ集めると、伊東駅緑の窓口前に設置された特設デスクにてちょっぴりプレゼントを差し上げます。また2店舗のいずれかでエキトマチケットをご利用いただいたお客様にはプレゼントをさらにもう1つ差し上げます。特設デスクは13時30分から14時30分までの1時間です。この時間以外でのプレゼントの引き渡しは行いませんのでご了承ください。プレゼントの数には限りがございますので、ご希望の方はお早めにお買い物をお済ませいただきまして、特設デスクまでお越しください。現在社内にてスタンプカードを配布、またご質問をお受けしております。エキトマチケットの購入方法等ご質問がございましたら、ご遠慮なくお声掛けください。伊東ならではの美味しいものを見つけて市内散策を楽しんでください。
き換え時間は14時30分までです。引き換えに混雑が予想されますので、お帰りも特急ヒッパー号をご利用のお客様はお時間に余裕を持ってお越しください。続きまして、特典その3です。先ほどのご案内にもありましたスタンプカードが、伊東駅方面にありますニューデイズ2に1号店にて 5% 引きになります。一部商品を除きますが、お酒も含むほとんどの商品が割引対象です。ぜひお酒やおつまみ、お土産などお買い物をお楽しみください。ニューデイズミニ伊東1号店は改札を出て右側にございます。ぜひ皆様お越しいただき、お買い物の際にはレジにてスタンプカードをご提示ください。有効期限は本日乗車日当日限りとなります。
ケット付きのキーホルダーを販売しております。でこちらなんですけれども、前回7月の12日にも特急が走った際にも発売させていただいているんですけれども、その際にも100本以上出たとご好評の声が上がっております。でこちらのこの部分ですね、1箱の座席の素材を使っておりますので、1箱が大好きな方にかなり人気を得ております。で先ほど放送にもありました通り、サンプラリーの台紙ですね、こちら持っていっていただきますと入電値が 5% オフになるという説明がございました。こちらの商品も対象となりますので、ぜひ興味のある方はサンプラリーのカードを持っていっていただいて、改札の外を出ていただいて右手ですね、入電値
Thank you.
様、本日も一般号をご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく終点伊東駅に到着いたします。降りの際にお忘れ物なさいませんよう支度ください。お出口は右側です。本日も JR 東日本ご利用くださいましてありがとうございました。またこの電車は終点伊東駅到着後回送電車になります。降りの際にお忘れ物なさいませんようお支度ください。